はい、所沢整体院ココア院長の金子康です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日も腰痛で悩むあなたに改善のアドバイスやヒントをお伝えしたいと思っております。今日もちょっと座骨神経痛いってみたいと思います。座骨神経痛、しかも座骨神経痛嘘だらけ。はい、ちょっとこれを暴露していこうと思います。で、まず皆さん、座骨神経痛、腰が痛かったりしびれがあったらどうしますか？だいたい整形外科に行かれますよね。整形外科でレントゲンを撮、まあ先生はすぐレントゲン撮りましょう、撮るぞってなるので、とりあえずレントゲン撮ってって言われます。レントゲン撮ったら、特にレントゲンって筋肉が出ないんですよ。骨とかしか出ないんで筋肉が出ませんので、あ、座骨神経痛の症状が出てるかなっていう時にはもう、あ、座骨神経痛だね、そんだけなんですよ。そう、レントゲンで異常なかったとしたら、あ、座骨神経痛だわ、じゃあ薬、はい、痛み止めの注射とか、そんな感じなんですよね。で実際のところって筋肉が結構影響してることが多いんですよ、座骨神経痛って筋肉でも。先生はそこを見ません、見れないからね、レントゲンだけだと。だからすぐ座骨神経痛だなっていうので、そこで病院で診断名が出て、病リハビリとかするんですけど、そこでもやっぱ座骨神経痛っていう症状で見ちゃってるから、根本原因は倒せないんですよね。根本原因は倒せない。でも嘘だらけってことなんで、まずは筋肉かもしれないし、あと姿勢なんですよ。姿勢がすごい影響してるので、硬くなっちゃう筋肉が。そう、それが本当に座骨神経痛なのかって話なんですよ。はい、もう先生ではそういう症状があるかな、ちょっとだけあったかなっていうだけで座骨神経痛っていうふうに診断名をつけちゃいます。でも実際のところはそこの症状で覆っちゃうと座骨神経痛じゃないなっていう可能性もありますよね。似たような痛さがあるけど、痛さとかしびれとかあるかもしれないけど、座骨神経痛じゃなかった、でも座骨神経痛の症状見ちゃうと座骨神経痛なかなか治んねえな、これどうしたらいいんだろうっていうふうに迷っちゃうこともありました。正直私病院勤務の時に結構そういう迷いがありましたね。病院って診断名なんですよ。診断名で人を見ていくの。そう、脳血管障害とかさ、どこの骨折のなんとか部位とかさ、そう、診断名で見ていくんですよ。なんで本当会わなくてもいいんですよ。そしたら会わなくてもそのカルテルとか情報で、人が書いた情報で言っていくの。それが合ってるか合ってないかも分かんない状態でね。でそこでもう勝手にできますよね、自分の中でその人がこういう状態っていうのが。でやっぱりそこだとね、人は見れないので、根本原因は倒せません。絶対に表面しか倒せない。うん、やっぱね、ここに来る方はね、本当に悩みが深いんですよ。そう、そんな簡単にね、痛いだけじゃないの。絶対その他になんで痛いかっていうのが絶対あるんで、私そこ探っていきます。だから本当病院行って座骨神経痛ですって言われて、注射とかなんか痛み止めとかやるんだったら、一度本当プロの方に、専門家に見せてもらうのがいいと思います。病院とかじゃなくてよ、整形外科とかじゃなくて、病院でもなく、なんか専門家いるかな、いると思うんですけど、そこに近くの専門家がいいと思います。はい、そこ見てもらって原因を倒してほしいと思います。で原因を言えないところはプロじゃないので、そこで一回で原因どうですかって聞いてみて、ごねごね言うんだったらそこはやめた方がいいと思います。はい、自信がないところだと思うので、はい、 OK ですか。はい、ちょっとこんな早口で喋っちゃいましたけども、今日はそのぐらいにしておきます。はい、で座骨神経痛と言われても本当諦めないでくださいね。座骨神経痛じゃないかもしれないのし、まあいろいろ見ないと分かんないんですけどね。はい、だから私の場合はもう症状では見ません。あなたの個人の状態を見させてもらいますので、でも問診を長くしてカウンセリングでいっぱいいろいろ聞きます。はい、以上です。はい、でもし気に入ってくださった方がいたら、ホームページのリンク貼ってありますので、ぜひホームページをご覧ください。よろしくお願いします。はい、ではですね、本日も最後まで動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。